どちらです。はい、今日なんですけどもね、勇気橋本から、今月ファーストですね、入ってきましたのでご紹介しようかなというふうに思いますということでございます。はい、今回入ってきたのはね、アウタートレンチコート。毎回立ち上がりの時トレンチ入ってきますけどね、トレンチコート。そしてこれ結構ルックでも目立ってた、かつ僕も今季の、象徴的なアイテムの一つかなと思うんですけどね、パンツ、ワイドのパンツ、でございますね。一応こちらのトレンチコートと同じ生地なので、まあこうやって上下できるとセットっていう感じでありますが、まあ別々でも全然いいかなという感じです。はい、あとでもちろん着てご紹介します。そしてシャツ、はい、これが、ですね、ジャケットをこうインサイドアウトにしたかのような、まあ、ディティールっていう感じですかね。なのでポケットの感じとか、はい、裏地の袖だけこのストライプみたいな感じとか、はい、インサイドアウトのジャケットの形をしたシャツですね、はい、これも2色です。はい、はい、そんな感じで、ちょっとトレンチをさっきお見せするの忘れたんですけどこういう感じです。毎シーズンね、勇気橋本トレンチ出してますけども、今季はこういう感じでございますね、トレンチコート。はい、色味もね、ちょっとブラウン寄りかなと思います。ブラウンと、まあこっちブラックなんですけど、はい、感じで。今季はですね、一応今までね、トレンチコートの、まあ、形というのは、まあ、こうダブルだったんですけど、まあ、このね、前の開きはシングルでございまして、ただまあこういうガンフラップとか、あと今季で言うとちょっとこういう、なんですかね、こうベルトで吊ってるというか、なんかそういうようなディティールですね。ここにこう D 缶みたいなのが入ってて、ちょっとこうまた今シーズンは違うような、ね、トレンチのディティールかなと。ここもだから、このフラップもね、普通のトレンチであればここはね、バサッとなってるはずなんですけど、ここはもうこれで D 缶で固定されてて、ちょっとこう吊ってる感じかな。はい、そういうイメージがあります。はい、そんな感じですね。ということで、どうしようかね、何から生きようかなと思うんですけど、まあトレンチからね、シンプルにトレンチからいきます。はい、トレンチです。着てみました、どうでしょうか。いや、やっぱ着てみるとね、やっぱハンガーにかかってるだけじゃ分からないかっこよさがちょっとあるなと思いますけども、最初言っておきます。こちらサイズ44でお値段9万8000円ですね。どうでしょう、サイズ44。はい、僕は44かなというふうに思います。まあ大体いつもそうなんですけどね、こんな感じです。で、サイジングどうでしょう。サイジングはね、結構割とコンパクトかなっていうイメージです。あんまね、こうなんか身幅とかも割とジャストめというか、まあ、あんまりこう大きくない。で、袖のこの太さね、アームの太さも、まあ、割とすっきりめのシルエットですね。すっきりめな感じです。ただ丈がね、やっぱね、毎シーズンそうですけど長いイメージですね。丈はやっぱ長めでございます。はい、でまあちょっとベルトもついてるんで、ね、あ、これ締めたらね、やっぱまたちょっとかっこいい。ちょっと、ああやっぱベルト締めるとやっぱ全然違うな。あ、やっぱこれベルト締めていただきたいですね、どっちかっていうと。ああ、どうかっこよくないですか。かっこいいっしょね。ウエストのベルトここ効いてますわ。あ、効いてるね。だからなんか割と全体的にちょっとコンパクトだから、こうウエストをちょっとキュッとしてね、シュッシュッとして、でこう丈感も長いで歩いた時とかにこう生地感が、あ、かっこいいっすね。かっこいいな。あ、あと、僕的、ツボポイント言っていいですか。ガングラップあんじゃん、ガングラップ。ガングラップがね、こっから出てるんですけど、シューッと来て、これがこのままフラップに取るというのが、これ僕の個人的ツボですわ、これ。このディティール。これかっこよくない?これがこのままキューッとね、普通だったらね、ここね、つながんないですよ。ここつながってないですね、普通のトレンチだと。はい、フラップはフラップで、ここでもうバチッて止められて、で、この後ろの、ここ、ガンフラップはガンフラップで止まってるんですけど、これはここまでキューッと後ろまでこういってますから、ここまで、ここまで。どうすか、僕このディティール好きだな、非常に好きです。この横から見た時に、まあ、ベルトを締めれば、まあ、よりこのメリハリがつくんですけど、ベルトを締めることによって、ね、
ここがさらにこうちょっとふわっと浮くので、なんかかっこよくない？で、まあそのところどころにね、このちょっと D 化がキラッと光るっていう感じ、キラッキラッと、なんかこのフラップがね、こっちはフラップですけどね、フラップとこのベルトのところがつながってるこう構造っていうイメージですね。これね、なんかね、なかなかパッと見シンプルなコートで、非常に多分取り入れやすいウェアラブルな感じだと思うんですけど、ただディティールがね、ちょっとこうまたよくよく見ると面白いところがあって、ちょっと前開けると、前開けるところがあるし。だからまあ今回ね、テーマがオルターエゴということですから、はい、多分これはちょっと刑事さんっぽいコートなのかな、少し刑事さんっぽいね。刑事さんが着てるような感じのイメージかなと思いますけど、まあ、前開けても、いや、かっこいい。色味もいいんですよね、色味もなんかね、まあ、いわゆるね、普通のトレンチよりもちょっとブラウン寄りなんですよ、ちょっと、レイン、これ、サリバンのトレンチなんですけど、ね、これがどちらかというと、まあ、ドンズバのトレンチの色かなと。思うんですけど、それよりもちょっとこうブラウン寄りというか色味はちょっと変わってて、はい、ちょっとね深い色というかダークトーンというかなので、ね、ちょっとこう大人っぽい感じで、あ、かっこいいなぁ、だからパッと見シンプルっぽいんですけど、よくよく見るとディティールが効いてて、ね、ウェアラブルなんですけど、かっこいいですね、ブランドらしい感じで、丈も長めでモードっぽい感じかな。で、裏地がね、総裏です。一応総裏の裏地でございます。で、生地は、これは綿100なんですけど、綿100だと思います。おそらく。まあ、ギャバですね。綿のギャバジン。はい、綿100です。綿のギャバジンでございまして。はい。まあ、生地がまあトレンチコートっていう感じですね。トレンチコートの生地感かなというふうに思います。はい。そんな感じです。はい。じゃあちょっとパンツを履こうとか、はい、パンツ履いてみました、どうでしょうか。これ僕今期すごい最初展示会で見た時もね、うおってなったパンツの一つでございます。最初に言っときます、サイズこちら44、お値段4万5000円でございます。はい、どうですか。シルエットはね、ワイドですね、ワイドでね、皆さん、あんまりね、ユキハシモトって今までワイドのトラウザーズみたいなのって出してなかったんですよ。なので今季多分初ですね。デニムとかはちょっと太めだったんですけど、なんかワイドのこういうちょっときれいめなトラウザーズというかみたいなパンツは、まあ、今季初でございまして、実はなんですけどね、かっこいいですよ。なんかね、ワイドなんだけど、そこまでなんかめちゃくちゃワイドっていう感じでもないですね、めちゃくちゃワイドっていう感じでもなくて、なんかワイドなんですけどね、なんかあんまりカジュアルっぽくならないというか、かっこいい、かっこいいな。でね、ちょっとディティールをやっぱ皆さんにお伝えしたいんですよ。僕は今履いてるのこれベージュですけども、ブラックの方見てください、これ。こういう風にですね、これやばくないですか、このディティール。だからこの言うたら2層になってて、表がこう剥ぎ取られたかのような、こういう、はい、ディティールなんですよね。これめちゃくちゃ凝ってますよ。めちゃくちゃ凝ってる。本当に。だから特にね、この辺とかすごいね。このポケットと、この前の身頃のところとか。すごいですよね、これ。だからここは生地二重に使ってますからね。非常に贅沢な生地の使い方をしていて。これもまあポケットここついてるんですけど、まあ、もちろん普通に、ね、ズボンとかならず、はい、使えますから。とか、これめちゃくちゃ凝ってる一本かなと思います。この見たことありますかっていうか、ね、非常に、デザイン的にも凝ってるし、かっこいい、かっこいい。そしてなおかつ、まあ橋本さんもおっしゃってたんですけどね、こういうふうに今までブランドとしての試みとしてね、こういう後加工というかみたいなのがあんま少ないというか、なんかこう切りっぱの加工とかね、あんまりなかったっぽいんでね、はい、なんか非常に根気らしい感じの。ディティールで、でこれ実はこれ今回パンツに落とし込まれてますけど、まあ、シャツとかね、シャツに落とし込まれてるようなアイテムもあったりして、それもめちゃくちゃかっこよくてですね、
はい、今季はちょっとこれは推しアイテムかなというふうに思います。で、まあ、参考までにちょっとセットで上下で着てもかっこいいと思うんですよね。もちろん単体でもいいと思うんだけど、あーこれもだから、ね、コートとねパンツのセットアップっていうのもなんか僕は結構かっこいいなと思ってまして、あこれも全然ありっすね。なのでセットアップでの提案も、まあ、うちはありかなと思いますけども、まあ単体でもねパンツ単体でもこれめちゃくちゃかっこいいです。このパンツは結構 あれですねやってますね僕はこの表面をこうちょっと剥ぎ取るというか、剥ぎ取るというか削ぎ取るみたいな、なんかそういうテクニックは今季らしい、今季っぽい感じかなと思います。はい、なので今季を象徴する一本と言ってもいいのではないかなと思います。で、生地は先ほどと同じようにね、コットンのもので非常に履きやすい生地でございましてね、綿なんですけどね、あんまやっぱね、デザインがデザイン、そしてシルエットがシルエットなので、あんまカジュアルっぽくならないですね。ベージュのパンツってね、どうしてもなんかカジュアルっぽくなりがちですけど、これはカジュアルっぽくにはならない感じで、うん、非常にいい感じです。後ろ姿、かっこよ。これは非常に僕好きなおすすめな一本でございます。はい、じゃあ最後ちょっとシャツを着ます。はい、シャツです。どうでしょう、着てみました。最初に言ってきます、こちらサイズ46で、お値段 43,000 でございます。シルエットどうでしょう。まあどうですかね、スタンダードなサイジングって感じかな。ただちょっとゆったりめかもしれない、身幅がちょっと大きめかなっていう感じのサイジングでございますね、はい、どうでしょう。まあ、ただそんなになんかサイズでなんか色つけてるっていう感じではないかなというふうに思います。でね、もうこれ何と言ってもさっきも申し上げた通りね、ジャケットをやっぱ裏返した時のディティールがねあるわけですよ。これとかこの辺のポケットの感じとかね、皆さんお手持ちのジャケットとか裏返したらね、多分こういうポケットとか出てくると思うんですよね、胸ポケットとか。あと裏地のつき方とかも多分こういう感じね、うん、ここはジャケットっぽい感じの素材感だとしたらね、まあ、ここが見頃ので、袖だけちょっとこうストライプのとかよくあるじゃないですか、ジャケットの裏地ってね、ジャケットの袖をまくったらこういうストライプのさ裏地が出てくるとか、そういうジャケットってあると思うんですけど、そういうイメージですよね。こことかベンツとか、この辺のベンツとか、これ結構厚いな、このディティール、このディティール厚くないですか、これ。あれなんかジャケットっぽいですねみたいなね、非常になんかこれはフックがあるインサイドアウトの感じかなと思いますし、これめちゃくちゃ多分手間と手間がかかってますね。だって素材だけで見てください、これ3種類使ってますからね。1枚のシャツに3種類の生地使ってるシャツなんてありますかっていう単純にね、すごいその生地もまずたくさん使ってるし、うん、で生地をたくさん使って、まあ、こういうパーツがね増えてるわけですから、その分手間もかかってるしね、こういうディティールとかね、まあ、形はちょっとオープンカラーなんですけど、はい、非常にこれかっこいい。この合わせどうですか、ベージュのパンツとこれとか。あー、かっこいい、この辺とか非常にいいんじゃない。こっちもね、はい、こっちもありますから、こっちバージョン、まあオリーブとオリーブブラック、そして袖が白っていう、こっちもいいや、これもいいと思うな。非常にかっこいいと思いますね。はい、よくない、ちょっとやっぱねデザインが効いてます。非常になんかブランドらしいというか、うん、なんかいいなと思いますね。でちょっとカラートーンが今季っぽい感じかなと思います。で素材がねこれ多分だからさっきも言った通り3種類の生地使ってるんで、その生地のところによって、まあ、ぶっちゃけ違うは違うんですけど、全体のこの着心地っていうと、あのね、さらっとしてる、うん、ほんとさらっとしてて、ちょっとこう、テロッとしてる感じの生地感ですね。テロッとしてる生地感。なので、あのね、あんまり、例えばですけど、フランネルとかみたいな感じではないんで、あの、シーズン問わない感じかなと思います。真夏以外は着れるんじゃないですかね、とか思いますけどね。うん、
あんまりなんかすごい厚手とかっていうわけでもないし、さらっと着れる感じなので、なんかいいんじゃないですかね。秋とかね、1枚で着るもよしですけど、まあなんかのインナーにするもよしですし、非常にかっこいいっすね。 A だ、 A っすね、やっぱり。はい、僕はパリと東京で2回も見てますからね。はい、通常のバイヤーさん1回しか見ません。僕2回見てます。その上ですから、やっぱいいなという。再確認しました、入ってきて。はい、そんな感じでございまして、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひともチェックしていただきたいのと、基本的に再入荷ございませんので、よろしくお願いします。はい、そんな感じですかね。はい、かっこいいと思います。ではまた。